本日この東京モーターショーにお招きいただいて本当に嬉しく思っています。実は明夫社長とは何度かお会いする機会があってお話をするたびになぜか共感できるところが多いなと勝手に感じていました。僕は毎年バッティングフォームを変えるようにしています。たとえ首位打者を取ったり誰よりもヒットを打ったとしても次の年には変えてしまう。今よりも前に進むためには常に新しいチャレンジが必要だと信じているからです。その結果前の年よりも成績が下がったりうまくいかないこともたくさんあります。むしろその方が多いのかもしれません。でも僕はこう思うんです。成長するということはまっすぐにそこに向かうことではないんじゃないか。前進と後退を繰り返して少しだけ前に進む、つまり後退も成長に向けた大切なステップなんじゃないかと。 TNGA という新しい車作りをプリウスからやってきた。それを聞いたときトヨタが大きくバッティングフォームを変えてきたなと思いました。トヨタの首位打者ともいえるプリウスが大胆にフォームを変えてきた。世界は全く違いますがやっぱり僕とどこか似ている気がしています。グローバルに戦うということは本当に厳しいことです。新しいことにチャレンジしなければ生き抜くことはできない。僕はそんな思いでバッターボックスに立ち続けています。トヨタのチャレンジがどんな輪を起こすのか注目しています。僕は車が本当に大好きです。車の運転はうまくありません。トヨタだけではなく多くの自動車メーカーが思い切ったチャレンジをして車がもっともっと楽しくなることを心から願っています。信じられない緊張感の中ご清聴ありがとうございました。